はい、では今回こちらのポニーテールをしていきます。最近インスタグラムで上げたんですけど、すごい人気だったので、詳しいプロセスをこの YouTube でも解説していきます。すごい凝った感じに見えるんですけど、本当は三つ編みと黒リンパしか使ってませんので、ぜひ最後まで見て頑張ってみてください。それでは解説していきます。はい、まずこの表面の紙ですね。表面の紙をこういった感じで丸く取ってもらって、これを角度を下げて三つ編みします。こういった感じで三つ編みします。そしてこの毛先を残して、ここで一旦ゴム止めします。ゴムはこういったナイロンのゴムで少しきつめに留めてください。そしてこの三つ編みのところと表面をの毛束を引き出してルーズ感を出します。続いて後れ毛ですね。後れ毛を少しお好みで残して、この横の髪ですね、耳後ろぐらいの髪をこの先ほどの真ん中で三つ編みのゴム留めをした位置より左よりですね、ここら辺でこの横の髪をくるりんぱします。でくるりんぱします。でこの毛束はしっかりきれいに真ん中で取って引き上げます。そしてこのねじれの部分ですね、ねじれの部分を引き出してルーズ感を出します。この時もほぐすところとほぐさないところをつけると立体的になって可愛いです。こういった感じですね。ほぐすところ、ほぐさないところ、これが立体感の出るポイントです。続きましてこの耳後ろの髪ですね。耳後ろの髪を次は先ほどの真ん中の位置より右寄りです。先ほどは左寄りにしたんですけど、今回は右寄りでくるりんぱしていきます。ここも同じく引き上げます。こういった感じで毛束もルーズにほぐします。では最後にこの一番下の髪ですね、一番下の髪を最後は真ん中ですね、真ん中でくるりんぱします。ここは一番締まった方が可愛いので、結構きつめにギュッとします。そうするとここがちょっと締まりますので、ここも少しほぐします。ここもあんまり出しすぎない方がいいです。毛先を巻いていきます。毛先はまずざっくりこういった感じで内巻きワンカールつけます。その後にこの表面の髪ですね、表面の髪をところどころ強く巻き込みます。そうすることで下のワンカールとメリハリがついて立体感が出ます。これを表面の髪は 3,4 箇所ぐらいですね、この髪をすると360度ふわふわになって立体感が出ます。最後に遅れ毛ですね。遅れ毛は少し緩めですね。遅れ毛あまり強いとバランスが悪くなりますので、少し緩めに巻きます。この巻き込みの時間ですね、巻き込みの時間を短くしたりとか、巻いた後にすぐこういった感じで伸ばすようにほぐすとか、そういった感じで調整してください。では最後にこういったヘアアクセですね。今回はヘアカフを使います。ヘアカフはすごい便利で、この裏の金具をこのゴムですね、ゴムの後ろに差し込むだけで簡単につけれます。はい、完成しました。これすごい凝った風に見えるんですけど、表面はもう三つ編みですね。あとくるりんぱ3回ですので、結構まあアレンジ、中級者ぐらいの方でもチャレンジしやすくて、いろんなシーンに使えますので、ぜひチャレンジしてみてください。以上になります。このようにシンプルなプロセスで可愛くっていうのをコンセプトに動画作りをしています。チャンネル登録して役立てていただければ嬉しいです。ありがとうございました。